これは1975年の航空写真です。この頃京都府与謝郡の丹後山田駅から加谷駅を結んでいた加谷鉄道が存在していました。加谷鉄道は当初沿線の特産品である丹後ちりめんを京阪神地区に輸送することを主目的として開業しました。その後加谷駅の南西にある大江山でニッケルの採掘が開始され、大江山ニッケル鉱山への貨物専用線が開業しました。さらに丹後山田駅から北東の岩滝町にある製錬所日本冶金工業大江山製造所への専用線も開通しました。しかしこの加谷鉄道は1985年昭和60年5月1日に全線が廃止されています。今回はこの加谷鉄道の丹後山田駅から大江山鉱山駅までを飛んでみたいと思います。丹後山田駅は現在の京都丹後鉄道与謝野駅です。この辺りに水戸谷駅がありました。この辺りに丹後四ツ辻駅がありました。この辺りに加谷谷高校前駅がありました。この辺りに三越口駅がありました。この辺りに三越駅がありました。この辺りに加谷駅がありました。大江山鉱山駅です。保存されている機関車に似た機関車を走らせてみました。日本冶金工業大江山製造所の方にも行ってみます。加谷鉄道でした。